スーパーハイ。どうもこんにちは、スーパーハイスクールのシュラとカレンです。イエーイ。今回はバズりそうなお菓子を予想してみた。イエーイ。私たちがコンビニでこれからバズりそうだなって思ったのを買ってみました。はい、それぞれ3つずつ買ってみて、はい、はい、お互いの買ったものも分かんないから、全然見てないからね。そう、バズりそうなものを自分が思うやつを選んできました。はい、はい、それでは早速紹介していきましょう。スーパーハイ、こちらからいきます。はい、こちら見たことありますか？ない。どうこれ初めて見たんですよ。単純に私が紫色がすごい好きだから、パッケージがすごい可愛くて今っぽくないですか？ね、これ空色ラムネらしい。なんだろうね。食べる前に1個いいですか？なにじゃん。待ってやばくない？色違いじゃん。やばくない？やっぱ選んだ。選んだ。案件だと思われそうだけど案件じゃないんです。違います。普通にバズりそうだと思って。バッグに入れてるだけでもめちゃめちゃ可愛くない？可愛い。映えの時にこうやってモテ女子みたいな。何味だろう。シュワリ青空ソーダと、ポロリ夕焼けオレンジと、カリッと夜明けクレープ。甘い。ラムネ。めっちゃ甘い。ラムネって感じ。ラムネ好き？え、大好きだよ。甘いもの大好きです。シュワリ青空ソーダいただきます。待って、同じの選んだ。ラムネ、うん、シュワシュワしてる。うん、うん、クモ。ナメル派カム派？カム派。いいんだよね。シュワリって書いてるからシュワリってどういうことかな。ホロリはホロリ、ホロリはカリッと、ちょっとした。あ、新感覚。ほろ、溶けました。噛んだら溶けた。これカリッと、うんうん、うわすごい。ね、これでさ ASMR したくない？めっちゃおすすめかも。どれが一番好き？え、カリッと。おー、シュラはシュワッと。ぜひみんな買ってください。先生、1個目はこれでした。じゃん。スーパーハイ。じゃん。こちらのゆずみかん。ピュレグミです。いや、これも見たことなくて、パッケージ可愛くないですか？オレンジと黄色が、なんかこうやってコーナーにあった時、派手な色だから目についたんですよ。それでバズりそうだなって。海のパッケージってめちゃめちゃ可愛くない？本当に可愛い。これデニムみたいのもあったの。なんかグミのコーナーにシュラがドンって立ってて、分かんなかった。そうか、見てなかったか。そう、お互い見えないようにしてたから、ちょ、陣取ってました。まず匂いは、おお、オレンジ。うん。え、待って、もみじ型入ってるかもだって。見えるかな。2つの味が楽しめるぞ。右がオレンジで左がユズ。すごい。いただきます。おいしい。うん、おいしい。うん、うん、うん。へえ、うん。最初オレンジが来て、噛めばユズ。うん、そうなんだ。おいしい。食べる？いいね。大丈夫です。いいの？はい。じゃん。うん、いちごのラングドシャクッキー、冬限定だと思うんですよ、うんうん、これほら期間限定、うんうん、マジでいちごのお菓子を待ってるたびに冬待ってたみたいなもんで、本当にいちごのお菓子が好きなんですよ。ミルク好きだから。あ、こうなってる。いただきます。はい。いちごのチョコが挟まってます。美味しそう。どう？めっちゃ美味しい。うん、クッキーが柔らかくてチョコも柔らかくて美味しい。うん、めっちゃ美味しくない？成功、流行りそう。美味しい。流行るって流行ってんのかな。みんな買ってくださいぐらい。強制。うまい。スーパーハイ。じゃーん。これ見たことなくてちっちゃくて可愛いんですけど、ハニーミルクティー味で、蜂蜜紅茶キャンディーなんですよ。のど飴？うん、必需品。しかもさ、これめっちゃちっちゃいから入りやすくない？そうそう、ポッケとかバッグとかに。いただきます。なんかコーヒー、紅茶と蜂蜜ってあんま効かない組み合わせじゃない？いただきます。ちっちゃいの好きなんだよね、シュラ。確かに。ちょこちょこ食べるよね。食べる。え、あんま匂いしないかも。
紅茶で見えるかな、下が紅茶で上が蜂蜜かな。いただきます。うん、おいしい。紅茶、おいしい。いいね。なにこれ、新感覚。パックパック食べちゃうかもしれない。おすすめだよ。大丈夫大丈夫でした。次は美味しくて、さっきのめっちゃ食べちゃってずっと食べてるよね、これ。じゃあ、ねえ見てこれ、何味、やばくない？なんか紫のポテトチップス見たことない。マリオ、パッケージ可愛くない？めっちゃ可愛い。可愛い。紫なのにカレー味らしい。カレー、味らしい。すんごっ、嬉しかった。よくするよね、ポテチって。おいしい。なんか色が可愛くて買った。買いました。本当に紫。めちゃめちゃカレー、グリーンカレーっぽい。うん、うん、なんかザーカレーとかじゃないんだけど、うん、ハマっちゃってる。おいしい。流行りそう。流行りそう。パッケージ可愛いと。期間限定なのか。ワンダージュってすごい。ワンダージ初めて食べた。パクパク食べちゃう。お菓子あるあるじゃん。わかる。もうあっという間になくなってるみたいな。皆さんは何のお菓子が好きですか？カレーは。なんだ。食べてるのは、うん、梅系？梅昆布とか。あ、めっちゃ好き。ハマってるね。本当にハマってました。うん、お菓子でも何でも好き。確かに。全部食べちゃう。あんま好き嫌いがなくて、グミも好きだし、こういう系、しょっぱい系も好き。めっちゃしょっぱいのカレー好き。片揚げポテトとか好きじゃない？好き。ブラックペッパー味めっちゃ好きです。撮影中とかにさ、二人ともバクバク。食べてる食べてる。バレちゃうバレちゃう。バレちゃう。バレそうなお菓子紹介してるのあんま見なくない？見ないかも。見ない。真似してほしい。バズりそうなお菓子紹介してみました。現役 JK の思考それ古いかも、もしかしたら。嘘でしょ。彼たちの見たことないだけ、うん、楽しかったね。楽しいね。だってさ、全部さ、え、紫系が今年流行ってるのかな。確かに空系のグミとか多くない？氷グミとか多い。見て見て見て、曲がってない。そこたまたまじゃない。日付が曲がってる。わかる？まあ、父ちゃん音打ちしました。待ってたっけ。お菓子っていいですね。幸せ。スーパーハイ。どれが一番美味しかった？個人的には、うん、このいちごのやつ。うわー好きね。めっちゃ好き。どうだろう、シュロは決められないけど、これかも。あってこれか、これが好きかな。それはなんか色で選んでる。そうそう、本当に全部だいたいパッケージでパケ買いってやつ。彼も結構パケ買いしちゃう。なんでも。なんかこの前シャンプーのパケ買いしちゃって。どういうことだ。あのシャンプーのボトルがめちゃめちゃ可愛くて、買ったんだけど髪質に合わなかった。匂いは、匂いめっちゃいい匂いだった、だから、ちゃんとみんな調べて買ってください。コスメもよくパケ買いの方です、こちら。本当に。でも本当にイチゴ大好きで、マックの匂いもイチゴなんですよ。そうだね、めっちゃいい匂い。毎朝してるよね。してます。大事。乾燥やばい。そうだよね。保湿しっかり、イチゴで。はい今日も見てくれてありがとうございます。インスタ、ツイッター、TikTok、YouTube フォローお願いします。
せーの、スーパーハイ、またねー。